人手不足が課題となっているバスやトラック、タクシー業界の人材を確保しようと、陸上自衛隊メタバル駐屯地で定年退職を控えた自衛官向けの説明会が初めて開かれました。この説明会は今年10月以降に定年退職を迎える予定の自衛官に再就職先として業界に関心を持ってもらおうと佐賀運輸支局などが初めて開いたものです。今日は陸上自衛官およそ30人が参加し、担当者から事業の説明を受けた後、バスやトラックに乗りドライバーの運転を間近で見たり、操作方法などのレクチャーを受けたりしていました。実際にこういうふうにお会いして車両も見ていただいて、お話できて本当に良かったなと思っております。まだ明確には決まっておりませんが、今回の件で選択肢の一つになったと考えております。バスやタクシー、トラックなどドライバーの時間外労働時間を法律で規制するいわゆる2024年問題では、ドライバーの人材確保が課題となっています。佐賀運輸支局などによりますと、自衛官は56歳で定年を迎える人が多く、年齢的にも若いことから即戦力として期待が寄せられているということです。